はい、ご視聴ありがとうございます。対馬圭介です。第2回ラジオ配信ということで、まあ前回から少し時間が空いてしまったんですけれども、音声だけのこうトークの配信というのを今日もやっていきたいなと思います。4月1日になりました。2023年度が始まったということで、まあ世の中的には一つのこう節目になるのかなと思ってます。それでまあこの昨今の、少しずつこう規制が緩和されている状況のおかげで、私自身は結構、忙しく活動をさせていただいてたりします。でそうですね、まあそういった近況のこともちょっとお話ししたいんですけれども、なんかこう音楽に関する時事的な話はないかなと思って考えていたんですね。で、最近ちらっと見かけたのがApple Music Classic っていう、こう、サービスが開始するっていう、これは音楽の配信サービスですね。で、それをちょっとちらっとニュースで見たので、それについてちょっとだけお話したいなと思います。というのは、皆さん、今、普段音楽を聴かれるときに、どういう風な形で聴かれてるかっていうのをちょっとこう、皆さん考えてみてほしいんですけども、まあ、主にやっぱり CD っていう媒体が長きにわたってかなり主流の音楽の鑑賞の媒体だったなと思うんですね。で、私自身はまあ今34歳ということで、なのでまあ音楽を聴くようになって、まあ、ざっくりとも30年ぐらいですよね。で、その間っていうのがまあとても CD がこう覇権を握っていた時代だったなというふうに思ってます。もう LP がまあだいぶ廃れて、まあ、廃れてというかその一部の熱心なそのこだわりを持った音楽ファン以外にはだんだんこう顧みられなくなっていき、カセットテープはまだ少し使われていたかなというところで、なのでその1990年代からまあ2000年代あたりを振り返ると、まあ、完全に CD の時代だったなという感じですね。で、なのでこの名残っていうのが今まで続いていて、とてもまあやっぱり音楽を聴くイコール CD を聴くみたいなイメージが定着していたなっていうふうに思います。で、一方でこの現代とても、あれですね、幅を利かせているいわゆるサブスクリプション型の音楽配信サービス、これは月額契約だったり、そのまあいろいろあるんですけど、年間で支払いがあったりとか、まあいろんな形があるんですけども、あの定額で、その決まったお金を払うことでこれだけのこう膨大な音楽のライブラリーにアクセスできて、いつでも無料でというかいつでも聴き放題ですよっていうサービスですね。で、まあ様々なものがありまして、 Apple Music、YouTube Music、Amazon Music、LINE Music、まあその他本当にたくさんあります。 Spotify とか有名ですね。で、あのまあ正直申し上げますと、私自身もかなりそのサービスのお世話になってまして、そうですね、 Apple Music、とても便利に使わせていただいてるんですけれども、あの先ほどの話に戻るんですけど、今回 Apple Music Classic っていう新しいサービスができるっていうことで、これはクラシックに特化したその音楽のサブスクリプション型の配信サービスを開始しますっていうところで、で、これが3月末に実はもう開始していて、で、アジア圏、日本を含むアジア圏ではまだそれが始まっていないっていう状態みたいなんですね。試しに、配信が始まった時にできないかなと思ってやってみたら、やっぱりあのお使いの国ではこれのサービスは使えませんって、まあお使いの国日本のことですね、日本ではまだ使えませんっていうふうに出てきたので、そのアプリをインストールしようとしたら、なのでまあまだなんだなっていうところで、まあそうですね、近いうちに日本もそのサービス対象に含まれるようになるのではないかなと思うんですけれども、そうですね、先ほどの CD の話からのつながりで言うと、サブスクリプションサービス、これって実はそのデータ容量、その音楽の音質をまあ表す物差しがいくつかあるんですけども、あのその
データ容量が増えるほど音質が良くなるっていう意味で言うと、 CD っていう、まあ30年以上前ですね、もうもはや40年ぐらい前になるのかな、40年前にできた、その記録方式とは比べ物にならないぐらい、今は、たくさんの情報を、そのインターネットを通じてその場で簡単に受け取ることができて、なのでまあ従来の CD の方式でいうと CD よりも配信サービスの方が音質がいいっていうことがもうすでに起こってるわけですね。で、まあもちろんいろんなジャンルの音楽でそれぞれ熱心なファンがいて、それぞれ音質にこだわるファンがいると思うんですけども、まあ一般的に言うとクラシック音楽っていうのは、例えばそうですね、ロックとか、ポップスとかに比べると、例えば音量の、幅、要は弱音から大きい音までのこう差ですよね、これがかなり大きいジャンルの音楽なんですね。例えばオーケストラとかで言うと、本当に耳を澄まさなければ聞こえないような、まあ、ブルックナーの交響曲の冒頭のようなこう弦楽器のこう本当にこう繊細な音から、こう打楽器と金管楽器とオーケストラのトゥッティがこう響き渡っている時の大きい音だったりとか、まあとてもいわゆるダイナミックレンジが非常に広いジャンルの音楽であるっていうことだったりとか、まあいろんな他にも要因があるんですけれども、やっぱり音質にこだわる音楽ファンがそのクラシックファンにやっぱり割合としては多いのかなって推測かもしれないんですけど、まあそういうふうに思ってまして、でなので今回そのクラシック音楽に特化した配信サービスができるっていうことで、まあそこにその音質向上に非常にまあ期待がかかっているわけですね。今までの通常の Apple Music でもすでに CD 音質よりは、高い音質で聞くことができていました、いわゆるハイレゾというやつですね。で、それがまあより進んでいくんじゃないかっていうことだったり、あとはその今まで意外とできなかったその作曲家別のこう検索だったり、作品ごとに多種多様なその演奏が出ているもの、このベートーベンのシンフォニー何番のどこどこのオーケストラで誰式で何年録音でっていうものをこう一覧として見れるようになったりとか、多分そういったことが行われているらしいんですね、今回この新しいサービスで。ということで、まあ、この辺もぜひ日本で導入されたらすぐにこう使いたいなと思ってるところなんですけれども、まあ、ちなみに、まあ、余談ですけども、ハイレゾっていう言葉について、まあ、簡単にちょっとだけ説明しておきます。皆さんちょっとよく耳にする言葉だと思うので、ご存知の方はこの説明飛ばしてくださって構わないんですけども、音楽の、まあ、データですね、その録音されたデータの、音質を測る物差しとして、まあ、一応2つ主にありまして、1つがサンプルレート、これ皆さん見覚えあると思うんですけど、だいたい 44.1kHz っていうのが、まあ、CD の規格ですね。41.1 ですね。すみません。41.1kHz が、通常のサンプルレートで、それからビットレート、いわゆるビット振動、振動っていうのは深さですね。ビット振動、これが16ビット。で、この 41.1kHz とか16ビットって何のことなんだっていうところなんですけれども、まあ、41.1kHz、これは1秒に、なので 41.1kHz だから、41,100回、信号が記録されていると、1秒間に、まあ、4万回程度の情報が記録されていて、でこうそれを、まあ、人間はこうあれですね、聞いた時に一つのつながった音として認識してるっていうことですね。そのコマ送りみたいな感じです。その動画でいうところのコマ送りみたいな感じで、その1秒に何十枚何百枚っていう絵をこう続けてみると動いて見えるみたいな感じで、音としても、だからその細かい信号の連続をつながった一個の音として人間は聞こえるっていう、その記録方式ですね。でそれからビット振動、これは16ビットっていうのは、2の16乗の、段階、強弱、音の強さの、段階をどれぐらい、まあ
そうですね、どれぐらい細かさで表すことができるかっていうところですね。なので、2の16乗って、すいません、ちょっと計算がパッとわからないんですけれども、65,536 とかだったかな、はい、が、あれですね、その強弱の段階、これだけ細かい強弱を聞くことができるっていう。で、まあ、これざっくりとした説明です。つまり、この CD の規格、CD に記録されている音楽の、なので音質を測る、まあ、指標ですよね。これが標準規格っていうのが、その 41.1kHz で、強弱を表すビットレートが 16bit というところです。で、ハイルドっていうのはこの CD 規格よりも、高い音質、つまり先ほどの数値がより大きくなると、まあデータ容量が増えて、音質は良くなると。つまり、先ほど4万回だったのが、9万回になったり、12万回になったりとか、まあいろいろあるんですけども、その信号記録の信号の、細かさを増やしていくことによって音質が良くなるっていうところですね。で、その先ほどの CD 規格を超えるものを、まあ、ハイレゾと総称して呼んでいるわけです。なので、ハイレゾと一口に言っても相当いろんな規格がありまして、相当幅があるっていうところですね。で、最近はまあ技術が進んでいまして、通常の CD のこうディスクにハイレゾ音質で記録されていますと。ただ通常のその従来の CD プレイヤーでも読むことができますし、ハイレゾに対応している、まあ、パソコンだったりとか、専用のプレイヤーがあれば、それでハイレゾの音質の信号を読むこともできるみたいな、そのハイブリッド CD みたいなものが最近は出てたりしますが、まあ基本的にはその CD の規格っていうのはあまり変わらず、ずっとそれをやってるという感じですね。なので、まあ当然、技術がどんどん進歩していますので、だからこうインターネット通信の速度もどんどん上がっていて、CD1 枚だからディスクにパンパンに詰め込んでいた、昔やっていたようなものっていうのはもう本当に、インターネットで一瞬でダウンロードしてできてしまうようなぐらいのデータ容量っていうところなんですね、現代でいうと。なので、まあ、配信サービスではそこの制限、その通信速度さえ確保できれば、まあ際限なく音質をよくできるっていうところもありまして、それが割と今では結構もう Apple Music とかもハイレゾの配信を行ってたりします。で、そうですね、まあ現代にスタジオの仕事とかすると、一般的に使われているのがその 48kHz というビットレート、先ほどの 41.1 よりもまあ少し高いビットレ、サンプルレートで、先ほど CD 規格では16ビットだったところが、24ビットという感じで、これ結構聞くと違うんですけども、まあ細かければ細かいほど、まあきめ細かいっていうと言い方なのかわからないんですけども、まあ情報量が多くてより、生の音に忠実であるというふうに、まあ人間の耳には聞こえるっていうところですね。はい。なので、まあちょっとそんなところ気にしながら、なんとなく今後のいろんな配信サービスのちょっと歌い文句、ハイレゾ対応だとか、これは何キロヘルツの何ビットだとか、なんかそんなことをちょっと気にしながらね、もし今までもしこうこのあたりあまりこう関心がなかった方は、ちょっと気にしながら見ていただくと面白いかなと思いますという感じ。すみません、その説明長くなってしまったんですが、この音楽を聴く環境ね、結構やっぱり今このチャンネル見てくださってる皆さんがどういう環境で普段音楽を聴いてらっしゃるのかっていうところにちょっと興味があるので、よければ教えていただけたら嬉しいんですけども、私自身はなので先ほど言ったように、まあ子供の頃から、まあ、学生時代ぐらいまではまあ CD がかなり中心で、今でも時々 CD は買うんですけども、まあだんだんやっぱり時代の流れというか、このサブスク
サービス、音楽配信サービスで音楽聴くことがまあだんだん増えてきましたね。で、まあこれもね、もう随分すでに語られているところだと思うんですけども、まああんまりこうね、あれです、いいのか悪いのかわからないんですが、やっぱりその CD をまあ一枚一枚ありがたく真剣に聴くよりも、なんかワンクリックでちょっと触りだけ聴いてまた次の曲みたいな風に簡単にできてしまうサブスク、その配信サービスの方がやっぱりこうなんか一つ一つのそのなんていうんですかね、音源に対するありがたみが薄れているんじゃないかみたいな議論とかってまあよくありますよね。まあもう随分前からこれ言われてることだと思うんですけど、まあこの辺に関してもちょっとね、この今回の配信であまり結論付けたりそれについて深く解説するというところではないんですが、基本的に私自身は便利になってよりたくさんの情報によりたくさんの人がアクセスできるようになるっていうことは基本的にはいいことだと思ってますし、現にその恩恵に随分預かって生活させていただいているので、まあそれはとても本当に素晴らしいことだなと思っています。なのでまあそれは両立しうるんじゃないかなっていうところですね。まあこれロベルト・シューマンが昔その子供のためのアルバムっていう作曲、その作品集の中でちらっと述べてることなんですけども、まあ途中で曲を弾くのをやめちゃいけないって、まあ当時は CD とかなかったので今に置き換えるとやっぱり音楽もやっぱり簡単に途中で止めない方がいいですよねっていう、ちょっとこうまあ当たり前といえば当たり前のことを言ってるんですけども、まあせめてやっぱり一つの楽章とかはちゃんと通して聴きましょうだったりとか、まあできればね、やっぱりある程度以上長い曲でもじゃあ30分の作品聴くんだったら30分時間取ってちゃんと聴きましょうっていうところですよね。これ本当になかなか現代のね、こうあまりにも情報とコンテンツに溢れていてだし、まあ忙しいしっていうところでだんだん難しくなってるってことは重々理解しているんですけども、やっぱりだからこそ改めて、まあこれはちょっと私自身個人的な思いとして強調しておきたいんですけども、YouTube だったり、まあこちらのチャンネル、すみません、皆様に対してどうとか、あるいは何かこう、なんて言うんでしょうね、世の中に対してどうとかっていうことではないんですけども、まあ、YouTube、こちらのチャンネル、もちろん私と長野くんでこう運営しておりますので、視聴していただいている方の、その、こう動画どれぐらいの方がね、見てくださってるかということと、あとは動画内で何分ぐらい皆様がこうそこの動画にいてくださってるか。で、動画流し始めて何秒でこの動画止めてるかみたいなことも、まあ、全部データが出てるわけですよね。で、まあ、音楽、数分のものから長い1時間のリサイタルだったり、あるいは1曲で50分ぐらいあるチャイコフスキーのトリオとか、まあ、いろいろこちらのチャンネル上がってるんですけども、まあ、そうですね。やはり、よくて数分ぐらいなんですよね。その見てくださってる方のこう興味をとどめていられる時間っていうのって、でまあこれは現代の時代の流れだからしょうがないというところもありますし、あとは私たちがやっぱりそのちょっとでもこうね、長く興味を持ってもらえるようなこう動画を作っていくべきだっていうのももちろん本当にその通りなので、まあそれについては全然何もこう依存はないんですけども、まあやっぱりなかなか多分他のこう音楽に関することとか演奏とかを配信してるチャンネルでもおそらくそんなに違いはないんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりそうですね、例えば30分のソナタの演奏動画で平均の、その動画にとどまってくださってる時間がまあ1分半とかだったりするわけですね。で、まあだからいいとか悪いとかではなく、やっぱりまあ現代の時代の流れとしてそういうふうになってるんだなっていうのはまあ身をもって痛感するわけですね。なのでまあ世の中にある、結構なんて言うんでしょうね、その実直に演奏を
こうフルの尺でしっかり流して、それも質の高いものを流しているチャンネルとかたくさんあると思うんですけども、なるべくこう腰を据えてしっかり最後まで見るっていうのを、まあ自分なりに可能な限りやっていこうっていうふうには思ってます。で CD 聞くだったりとか、まあ、CD じゃなくてもその配信サービスワンクリックで簡単に聞けてしまうものでもちゃんと1曲通して聞きましょうっていうことですね。はい、まあこれ私自身の個人的な考えなので、まあいろんな考え方あると思うんですけども、本当にその集中力ですかね、その一曲通して聞くってそれなりに集中力使うし大変だとは思うんですけども、やっぱりそこがもうしなくていいってことになってしまった途端、音楽のこの鑑賞する体験のこの意義がどんどんなくなっていってしまうなっていうふうにやっぱり思っていて、まあそれがね5分の商品であっても、そうだな30分のソナタであっても1時間の交響曲であっても4時間のオペラであっても、集中聞き手が求められる集中力っていうのってやっぱり確実に存在していて、どんなに素晴らしい作品でもやっぱり聞き手の集中力が持続しなければその素晴らしさをやっぱり味わい尽くすことはできないっていう、まあ残酷な現実があるんじゃないかなっていうのはやっぱり思っていて、なのでまあちょっとそれをねこうこの21世紀ももう4分の1になろうとしてますけれども、やっぱりこの情報にあふれていて、まあ誰もが簡単に膨大な情報にアクセスできるからこそ、それがどんどんこうなんて言うんでしょうね、すごいスピードで消費されてしまうっていうところがあって、なので今一度ねやっぱりちょっとそれをこう再認識できたらいいなと思ってますっていうのが、まあ今日の話でした。ということで、まあすいませんちょっとだらだら長く話してしまいましたが、これからまあいろいろ今年度も活動をいっぱいしていきますので、どうぞよろしくお願いします。近いところで言うと、4月21日杉並公会堂小ホールにて、19時開演で、例年やっております私と、松本のぞみさんというピアニストですねの、デュオリサイタル、こちら開催いたします。詳細のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひご来場のほどよろしくお願いいたします。ということで、まあまたこのラジオ配信やりたいと思うので、よければ聞いていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。